昔々狐とタヌキと出会いました。よし、賭けをしよう。彼を説得して先に小判を手に入れた方が勝ちだ。狐は女に、タヌキは男に化けて町に消えていきました。前にも報告したように状況はかなり深刻です。株主もパニックになりつつあります。とりあえず社員の給料だけ確保しましょう。どうした？会社が今すごく大変な時期で。いいかもな、お金さえあればね。私の顔見たらまだ元気ですよ。そうそう、乾杯。そうですよ。どうしてここに来たか覚えてる？キツネ？おーい！